ちらが本日の支給品です。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。ヘブンパーズレッド始めていきましょう。まあ、星間野望あたりはできないんで、もうやるとしたらストーリーの続きですね。誰のことだ？おとなしくしておくの？いや、新たな情報も得られたし、動き始めよう。何か思いついたのか？お前にパルクールを叩き込む。さて、まずは全速力で走ってみようか。やらねえよ！しかもいきなり全速力で走らせるなよ。怪我するわ。じゃあ準備運動からで。よし。やらんわ。じゃあ仕方ない。31への部隊長と会ってみか。 31B な。31への部隊長はお前だからな。そうね、何かわかるかもしれない。 31B の物語ですね。喧嘩売りに行くわけじゃないからな。私がいては相手をビビらせてしまわないか心配です。られるから安心しろ。でもたくさんいる基地の中からどうやって 31B の部隊長を探したらいいかな。ユキ、そんなの電柱でいくらでも調べられるだろう。ほら、こいつが部隊長さんみたいだぜ。さすがユキ、ナイスハッキング。閲覧しただけだわ。え？あいつは確か。ルカさん、今トラが前を通り過ぎていったの。何なんだろう。
めたい。びっくりした。ジムの中に入っていったぞ。なんだ？見つけたはいいが。なんこれ！どうしてこんなところにいるんだろう。え？飼ってるの？野放しになっているのだけど。襲うことがないからああやって野放しなんだ。じゃあユキ言ってよ。なんでだよ。隊長が率先していけよ。ビビリか。襲いかかってきたらセラフ出せばええだけやろ。あ、そっか。セラフがあれば怖いものなしだな。よし、行く。許可なくセラフを出すのは禁則事項なんだがな。おお、よしよしよし。って泣くんだ。ワンと泣くとでも思ったか。名はなんて言うんだい。ワーか。よろしくな。おいおい。なわけあるか。誰？この子は白子です。おっと、図らずもターゲットにたどり着いちまったようだぜ。あなた方は？かわいい。うん、いや、かわいいけどちゃんと答えろよ。でも、うちのカレリンには勝てまい。こちらが朝倉カレンことカレリンだ。今はカレンちゃんでした。カレンちゃんだったか。負けた。何してんねん、うちら。相手さん、ポカーンしてるで。ポカーン。本当にしてる。あ、ありがとう、白子。トラが正気を取り戻させた。どっちが人かわかんねえな。すみません。ポカーンとするのが癖なんだ。くそ、なんてコンビネーションだ。私の萌えのツボを刺激してきやがる。いやいや、ルカ、答えてやれよ。私らが何者か。ああ、三一エだ。うん、やっぱりあの切り込み隊に任命された。おいおい、そんな騒ぐなよ。人が集まってくるだろう。どんなスター気取りだ。ロック界では超新星と言われてたけど。そうだった。ちょいちょい忘れるよな。ギャップがすげえんだよ。ポカーン。またポカーンなってるで。同じパターン。ありがとう、私の萌えのツボをいちいち刺激してきやがる。あの、挨拶してもいいですか？うんうんうん、もちろん。
部隊長って誰？あ、どうした部隊長か。明日から作戦の訓練一緒ですね。頑張りましょう。こっちは一人を除いて天才軍団や。せいぜい足引っ張らんことやな。え？その言い方はないだろう。うん。お前が人様にどんな口聞いてんだよ。テストの点数自分も同じやってる。あ、そうだった。デーペリンか。イラッときたー。イラッとくるよな。おいおいユッキー、デーペリンコはむしろイラッとするような場面で空気を和ませる効果のあるおまじないだぜ。仕方ない。もう一回やってやるか。よく。私はめぐみをたしなめただけで他には何もやってないぜ。幻覚でも見たか？テヘペリンコって言っただろう！こんなしょうもないこと二度と言わせるな！ユッキーの前でやらなくて誰の前でやるんだよ。たまにしろって言うの無駄だし、どうすりゃやめさせられるんだ！ポカーン。おほい、ありがとう、白子。いや、かわいいな。二人、31A に来ない？ 31B が困るだろ。でも、白い虎の名前が白子って、そのまますぎない？いいじゃないの？カタカナで白子だから、いいんです。意外におとなしい。これでもセラフ部隊の一員ですから。え、この虎が？やべえ、ルカとハモっちまった。深くだ。はい、私よりも古く先輩に当たる存在ですよ。まさかセラフも呼べるのか。そうだ、はい、すげーな。使わせてもらってます。そいつは大変な目に遭ってきてるんだろうな。使われそう。白子がこんなにすぐ懐いた。私も触ってみたいです。よしよし、噛まれそう。やっぱり噛まれるところだった。腕がもげるところだった。ほんまや、たまには懐かへん。なんでやろ、シーコ属性。おとなしくなった。無駄な能力を持ってるな、シーコ属性。みんながずっこけるようなことを言うな、部隊長。とりあえず疑問をぶつけてみない？うん、そうだな。え？聞いてみたい。天才？どないな才能に恵まれとる。あ、まともな質問か。すごいですかね。ほんまもの天才やった。え、ここに来て最初にやらされたテストもかよ。はい、全て満点でした。嘘だろ。ユッキーは100点取れたのは数学だけだよ。チェンジ。何がだよ。冗談だよ。私がユッキーを手放すようなバカな真似するやつだと思うか。思わなくもないよ。戦えてる。驚かせただけだよ。安心しな。否定はしてないんだけどな。 31B の他のみんなも何か取り柄があるのね。はい、このメンバーみんな何かのエキスパートですね。この白子も含めて。ちなみにその白子さんの特技は？オセロができることです。え？負けた。それぐらいできろよ。おい、タマー！
いいのかよ。ということはやはり何らかのエリートがスカウトされてここに集められているってことね。どこも一緒なのかな。え、なんや、またナービーの目が綺麗か。ここにはおらんで。カレンちゃんの耳が可愛い。空気読んだかのようにカレンちゃんになったな。意外といいやつなのか。おい、司っちをいじめるなよ、めぐみ。チームワークが乱れるだろう。その通り。その通りかい。最後の一言余計だよ。もう話は終わりでいいですか。いや、まだある。鍋の前に立ち、生地を細長く鍋の中に削ぎ落として茹でるやつですね。知っとった。しかもコピペでもしたかのように一言一句たがわん説明。やるな、気に入った。今度飲みに行こう。はい。お前ら未成年だからな。話を戻さない。そもそも話は始まってもいない。なんで私以外はこんなのが集まった。神のいたずらか。そうだ、聞きたいことはキノコの山ほどある。訴えられるぞ。この軍、何か隠してると思わないか。え、いきなり何ですか。本当だ。どうしてそんな疑問を。だっていきなりセラフィムコード唱えてセラフ呼んでキャンサーと戦ってパージしろだなんて謎が多すぎるじゃん。パージしろとは言われてないだろ。それは科学者たちの英知の結晶ですから、私たちが理解できないのも無理ないかと。そうなの、ユッキー。まあな、4次元以上の多次元が存在するなんて思ってもみなかったからな。つまりユッキーより科学者たちの方が優秀ってこと。そうだろうし、そもそも分野が違うわ、うん、私はあくまでもプログラム専門だよ。多次元や宇宙の分野でかなうわけねえだろ。じゃあ記憶の方を確かめてみよう。ちゃんと記憶は地続きか。途中でなくなってたりしないか。私はちゃんとあります。それってならいいんだけど。もう話は終わりでいいですか。そうだな、終わりか。ではトレーニングに戻りますね。最後に一つ、同期として明日から共に訓練に励む者として助言しておこう、うん、何でしょう。難しいな。司令官には気を許すな。手塚司令官ですか。なんで。ああ、どうしてですか。あれはうだるような暑い午後だった。突然襲われた。ただの戦闘能力のテストだろ。ああ、それなら私たちも受けました。そして私らが一番強いと判断された。どうだ、すごいだろう。なんだその生き急ぐガキのような自慢は。はい、すごいです。相手がいいやつでよかったな。よし、自慢も終わったし戻るか。何しに来たんだ。本当だ。開催されてる。グッサが登場です。上位モデルか、行こう。今16,000持ってますね。あ、チップ装備薬が3だ。ドイヤボックスは3つ買えるな。買おう。で、それと攻撃か。
で、これで装備を変える。勝ちゃってダメかな。3000。あ、ぴったりいける。じゃあ行きましょう。あー、ダメかな。いや、まだわからん。あー、 S が2つ。S ですね。発明祈り。S が3つ。や、僕は 31F の松岡チロルさ。スタントウーマンをやってるんだ。どんな危ない撮影でも僕に任せてくれれば一発 OK さ。取れないよね。でも受け取れないのもったいないからな。じゃあ早速ブースターをチェンジです。ハイウォールからトリガーボックスチェンジ。あー、でも中チップよりは攻撃した方がいいか。で、回復役がこの中ではミネか。あー、でも中チップつい変えればいいだけだが。耐久？いや、持ってるな。じゃあ別にトリガーボックスでなくてもいい。まだハイウォールでいい。チップが足りないか。まあ将来的な拡張を使おうか。
だけど。走っている子がいる。あの子は確か。おい、顔真っ赤だけど大丈夫か？確かムー大陸っぽい名前の。大陸？そういえばムーアの法則の方亡くなりになりましたね、この前。そっか、多分通ったと思われますね。行きましょう。今当たってない方に。もう死ねってなじって。ね、ルカ、お前は生きる意味も価値もないメス豚だとなじって。ようやくモザイク足ついた。
風呂に行こうかな。ムーア、一緒にお風呂行かない？うん、ランニングの汗流そうか。やったぜ。仕方がない。さて、シャワーも浴びて汗も流したし、それじゃ湯船に水風呂入ろう。水風呂？お湯に浸からないの？水風呂は血管を強くしてくれるし、疲れも取れるからアスリートのリカバリーメニューにも取り入れられてるんだよ。でもその実は、あの刺すような冷たさが気持ちいい。ド M だ。とりあえず 31B の部隊長青井エリカと会ってみたわけだが、科学者たちが優秀ってだけで有益な情報は得られなかったわね。まあ同期だもんな。知ってることは私らと一緒か。でも白子さんは可愛かった。ものすごく。カレリンの方が可愛いよ。ボスとか考えるのはここら辺にして今日は寝るか。ああ、明日からまた訓練始まるしな。そんなずっと休みが続くとでも思っていたか。ユッキーさ、異様にお玉さんに突っ込むのうまいよな。ここにいりゃ嫌でも鍛えられるよ。嫉妬なのにいなしたわ。うんうん、ちげえよ。これでもじわじわ削られていってるんでとか。ならバカみたいにボケるな。こいつは天然ボケや。うん、そうかもな。わかったらええ。なんか気持ち悪いよお前。なんもないわ。そこまでお玉さんがお気に入りになっていたか。ちゃうわ。メグミンでもどもることあるんだな。マジ意外だぜ。勘違いもほどほどにせ。いじめが許せんだけや。関西人ならツッコミだと分かれよ。バカ呼ばわりは度が過ぎとるわ。あー、関西人はバカ呼ばわりはシャレにならないんだったな。今度からはちゃんとアホって言うよ。頼むで。いや、アホ呼ばわりされても関西人じゃないんで感覚的には変わらないんで。おいタマ、アホはユニークなやつやっていう褒め言葉やで。ならユニークなやつでいいじゃないですか、うん、アホか。関西人はそんなまどろこしい今いちいちせえへんねん。みんなでいじめてるみたいになってきてるからな。ペーションプレイヤーです。肌のの肌を盆地を決戦ですね。うん、どんどん進めていかないと多分イベントクエストができない。練習を始めます。私に続いて復唱してください。秩父周辺にキャンサー集団が出現。
31A は直ちに休校してください。この後私が言うべき言葉は、秩父周辺に 31A が出現、キャンサーは直ちに休校。了解しました。秩父周辺に 31A が出現、キャンサーは直ちに休校。了解しました。それでは皆さんがキャンサーです。本当だわ、恥ずかしい副賞するな。そしたらすごいな。ではもう一度正しく、秩父周辺にキャンサー集団が出現、 31A は直ちに休校。了解しました。秩父周辺にキャンサー集団が出現、 31A は直ちに休校。了解しました。その調子です。確実な副賞を心がけてください。揃ったようね。今日からあなたたちには作戦行動に特化した訓練を受けてもらうわ。ついに一番きついところが終わったか。ますますきつくなります。当然だろ、なんで楽になっていくんだよ。楽器だって一番大変なのってある程度弾けるようになるまでだよ。一緒にしないで。作戦行動はフェーズと呼ぶ、目的に合わせた行動の単位があるわ。おっ。フェーズにはそれぞれにあなたたちが達成する目標や行動手順が定められているの。それをきちんと覚えて過不足なく行動できるようにとの訓練で、他のセラフ部隊も同じように動くから、あなたたちの行動が戦友の命に関わることを忘れないで。分かったよ。よろしい、続けるわよ。フェーズごとに訓練期間が設けられているわ。各フェーズ訓練には参加回数と内容、それぞれに合格基準がある。必ず全て参加するように。どの訓練も合格ラインに達したら次に進めるわ。期間内にクリアするように。やった、ギリギリまで引っ張ろう。夏休みは宿題かよ。不合格になったりしたらどうなる。成長の見込みなしと判断し、除隊もありえます。除隊？そんなことになったら私には帰る家がないのですが。 そんなの私だってまずい。真面目に取り組むべきね。その通り。自由だからといって時間を無駄にしないように。本当にね。一日のメニューは午前は引き続き座学、午後から作戦行動訓練になるわ。座学もまだあんのかよ。午後の訓練はアリーナに集合するように。よろしくお願いします。訓練の詳細はその際にご説明します、うん、以上よ。さて、昼飯も食ったし訓練に行くか。確かアリーナに集合だったよな。今日からまた訓練開始だね。早く行こう。あ、手動で移動しないといけないのか。によって行動目的も変わっていくわ。一つずつ着実にこなせるようになっていくように。了解であります。どうせまた口先だけでしょ。お、今度は違います。ならいいのだけど。作戦の目的は、うん、神奈川県秦野市にある盆地を奪還すること。ここのキャンサーを殲滅させて盆地を制圧すれば西へ進むルートを確保できるように、今後の戦いを有利に運ぶための基
めて重要な作戦なの。しっかり訓練して本番に備えてちょうだい。まずフェーズ1ではフェーズ2の作戦開始ポイントまでの行軍路確保。作戦開始地点はアフリ神社に設定した。神社。そこまでの行軍は制圧地域内だから問題なく移動できるが、アフリ神社からポイントアルファの闇峠までの距離は約2000メートル。フェーズ1の最終到達地点であるポイントベータの菜の花台展望台までの距離は約山道だからな。これあなたたちにはこの区間を一気に進行して登山の能力もいるのしね。アフリ神社以降は敵の勢力圏だけど、その後も作戦は続くから最低限の戦闘回数に抑えなさい。そう、アルファ？ベータ？もう全然頭に入ってこねえよ。相変わらず光の速さで馬脚を表す、うん、もはや期待する方がバカだと思います。忍びねえわ。速度と火力を重視した戦闘になるから、まずはそれに合わせた戦い方を考えてみて。それとどこからどこまでが戦闘範囲なのかを判断することも大事になるわ。無駄な消耗を避けるためにも範囲のことは常に意識しておきなさい。今日の訓練では作戦の要所の一つ、アフリ神社までの安全経路を確立することが目標よ。大した長さではないから、まずは山道での戦闘に慣れることを意識して。そうなんだね。ではエミュレーターで訓練を行います。七瀬さん。はい。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。行きましょう。今どこだ？結構複雑だな。まっすぐ行ってみよう。早い。お、追記してくれた。サイサシクロウ。いいね。もう流れるような連携がいいですね。中ボス相手しましょう。ダメだ。何？一気に行こうぜ。ま、こんな感じ。よっしゃ。トリガーボックス。
ああ、トリガーボックスです。そっちの木。敵のやつか。100個に持たせるか。ブースター買わないとな、そろそろ。別に帰還できるんだ。まあする必要ないけどな。ここって、ああ、迎え撃つぞ。終わり。まあ、こんな感じ。じゃあね。またも中ボス。ファーストファイヤー？一体だけか、相手は。なんだこれ。おい、これで決まった。まだまだあるな。結構この山は広い。あ、ここまでなんだ。ルカ、さっき通り過ぎたのが司令官が言ってたアフリ神社だ。これは実際もやらないといけないってことか。エミュレーションお疲れ様でした。相当範囲は問題ありません。この調子で続けてください。時間かけて戦ってもしゃあないしな。うろうろして最短距離で行った方がいいな、このお話は。ヤモリ？じゃあナーセ。一心。カリスマ？あ、いろいろ上昇するんだ。仲を深めることもできる。仲を深めた方がいいんじゃないの、これ。私はコニーです。
きている実感が湧くから、このご時世大事だよ。ねえ、桜の花びらを広めを手伝ってくれないかい？やらせていただきます。なかなかいい子だね。よろしく頼むよ。了解であります。これを5つやるんだな。地道だな。この桜でこの葉隠れができるの？花びらゲット。295か、無理だな。じゃあまだ。お値段ど、うちのサイキックならこのジムぐらい。サイズの合った靴を履くことよ。よし、届けに行こう。何かインスピレーションが湧くよ。ありがとう。見かけによらず、本当いい子だね。照れるっす。そういう子にはあたい特製のグルメをご馳走してあげたいけど、予約は半年先まで埋まってるの。残念だったね。特にお腹空いてないけど。あたいお手製のグルメを見くびるんじゃないよ。どれだけお腹が膨れていても誰もが飛びついちまう代物なんだよ。食べてみたい。だから予約が半年先まで埋まってるって言ったろ。今から予約しとくかい？そうしたら半年後には食えるよ。半年後だなんて、うん、生きてる保証ないじゃん。よく状況を理解しているね。そうなのさ。もはや人類は偶然のその最前線に立つあたいたちが半年後生きているかなんて誰もわからない。だからこそ約束ってのはするべきなのさ、今あたいいいこと言ったよ。復唱してみな。あたい特製のグルメの予約は半年先まで埋まってる。そうそう、出ちゃうわ。どうやらあんたの頭の中はあたい特製のグルメでいっぱいのようだね。それ以外考えられなくなっちゃったのか。だけど残念だね。あたい特製のグルメの予約は半年先まで埋まってるんだよ。何度言うんだよ。分かってるよ、うっせえやつだな。あら、いきなり反抗的な態度。こっちが素だし。じゃあ、あの礼儀正しい言動は何だって言うんだ。気まぐれ。これはとんだ裏切りだよ。あんた、先輩との付き合い方を知らないようだね。そういう子にはお仕置きが必要だよ。やるのか？やるさ。暴力反対。暴力？そんなものに頼るほどあたいは愚かではないよ。ん？早い！この布切れが何だかわかるかい？パンツじゃん。あれ？股間がスースーする。嘘。そう、こいつはお前さんのパンツさ。嘘。
毎日履き替えるのも面倒だってのに、どうやって今の瞬間で引っ張って歯を入れさせてもらったよ。切ったの？もう履けないじゃん。他のまだ乾いてないのに。あたいを舐めた罰だよ。今日一日はノーパンで過ごすといいよ。どうするしかないか。思った以上に効いてない。別に男子に会うこともなさそうだし。いや、ノーパンだったら落ち着かないだろう。別に、すでに慣れ始めている。なんだって。あ、用を足すとき座るだけでいいじゃん。何、利便性の良さまで感じ始めているんだい。ノーパンで過ごす機会を与えてくれてありがとう。今日一日試してみる。なんてやつなんだい。ちょっと恐ろしいよ。じゃあな。お、なにこれ、ちゃんとカレーの味がする。嫌な予感。カレーっつってんだろ。ゴロゴロ入ってる野菜が美味しい。嘘だ、野菜が美味しいだなんて。気づけてよかったな。でもやっぱお肉が一番美味しい。子供か。訓練受けるペースもうちら次第になったんはええけど、どないしてこん。そうですね。それはルカの方針を聞いておきたいところだ。どうするの？そうだな。え？羊の毛刈りのように羊の毛刈りのように羊の毛刈りのように見て見ぬふりをしよう。天然一。例えがピンとこないわ。テンポよくなのか、じっくり腰を据えてなのか、さっぱりわからんわ。その間ぐらいじゃん。テンポよくと、じっくり腰を据えての間か。堅実にぐらいか。そうそう。堅実に見ないふり？なんだよ、急に大声出して。訓練を受けないってことか？うん。訓練きついだもん。ひでえ隊長だな。それでもサポートするのがユキさんよね。こんなやつの？心の底では信じてるって知ってる。いや、なかなかひでえよ今の発言。早くクリアしていくに越したことはないやろ。そうですね。何かご褒美がもらえるかもしれませんし。出世して中枢部に潜り込む近道になるかもしれないし。だったら頑張らないと。でも座学もあるんだろ。なんだか学生時代を思い出しちゃう。苦労した思い出でもあるのか。勉強なんて意味ないじゃん。あるわ。しまいにはギター弾いて暇つぶしてたよ。クラスメイト大迷惑だわ。そこはちゃんと空気を読んでボサノバにしてたよ。なんで授業中の BGM がボサノバだと空気読んでることになんだよ。それに訓練ばかりじゃなくシーズレジェンドの活動も忘れてくれるなよ。忘れさせろよ。なんでだよ、気持ちよかったろ。お客も喜んでくれてたじゃん。そんなことにかまけててもいいのか。
でもあの感覚はかつて味わったことのなかったものだった。うん、緊張したけどすごく楽しかった。どっちもやったりましょう。しゃあないやっちゃな。いいのかそんなんで。クラッチを誘ってお風呂に行こうかな。クラッチ、一緒にお風呂行かない？一日ノーパンで過ごした感想をこれから風呂で聞いてやるよ。うん、語らせてもらおう。大将もせい4日目ですね。この時間は軍務系の座学になるわ。まず覚えてもらうのはえアイロン掛けよ。冗談はよせよ。アイロン掛け、うちら主婦ちゃうで。うちら人類を救うヒーローやで。冗談ではないわ。あなたたちは軍人なのだから常に身だしなみを完璧にしなければならない。七瀬が指導するから、できるまで練習しなさい。縫い目が合っていません。ポケットのマチにシワが寄っています。やり直しです。はあ？折り目はカミソリのようにと表現されます。袖の折り目が波打っていますのでやり直してください。なんやて？手を動かしましょう。先生、頭がおかしくなってしまいそうであります。大丈夫です、なりません。なりそうなんだよ。ほらほら、勝手に手が動いて。ユッキーの眼球にまちまりぐさぐさ。なんで私になんだよ。やられたら痛いじゃないか。私なら痛みを感じないと思ったか。普通に痛いわ。さて、今日も訓練の時間か。この繰り返しの日々に刺激が欲しい。ナナミンに文句言われない好成績で訓練を終わらせて、うん、放課後はパーッと。かったりーな訓練。さっさと終わらせるにゃ。集中してしっかりしなきゃ。
能みたいな訓練あと何回するんやろな。今通り過ぎていった人たち、見覚えがあるようなないような。今通り、昨日はよく眠れた？眠れた。そっか、じゃあ今日の訓練はバッチリね。バンドに訓練に大忙し、人気者ですね。どうした？早く行こうぜ。集まったわね。今日はあなたたちだけではなく、31Bと同行して訓練をやってもらうわ。 31A の皆さん、よろしくお願いします。よう来たか。本当だ。お互い頑張ろうぜ。はい。一通り自己紹介しておきましょうか。そうね。私が部隊長の青井エリカです。水瀬いちごだ。そう？水瀬の桃だにゃ。あれ？ということは、お笑いコンビだ。私らの名前がお笑いコンビのネーミングっぽいってのか。わかる。銃を突きつけられてるじゃないか。本物なのか。これは撃てばわかる。暴力反対。いちごさんやめなさい。痛い。今グイッとされた。それだけで済んでよかったろう。で、ビャッコ。おー、ビャッコ、会いたかったよ。元気にしてた？ビャッコが懐いている？信じられねえ。私もか。もちろん。あ、そうか。ずっといると思ったら。樋口聖火だ。貴様らのセラフの世話もしてやってる天才だ。なんでそんな奴が前線に出てるんだよ。人材不足なんだろう。研究の一環だよ。最後は私でしょうか。幽霊？お願いします。小杖です。よろしくお願いします。何ビクビクしてんだ。以上となります。もしもっと早く出会えてたなら、うん、友達になれそうな奴らばかりじゃないか。本気で思ってるなら今からでも遅くないだろう。では続けます。次からは自分たちのことだけじゃなく、周囲の行動をよく見ながら連携行動だからな。昨日の訓練で 31A の皆さんがフリ神社までのルートを制圧完了しました。今日はその先にあるポイントアルファ、ヤビツ峠までのルートを制圧することが目標になります。訓練とはいえ 31A が先導、 31B が周囲を警戒する陣形で行軍してください。なお経路を確保したフリ神社までは安全に行軍できることをお忘れなく。うん。では訓練プログラムを開始します。そこまでも行かなかったのかな。はい。はいはいっと。31Bと一緒に移動するなんて新鮮な感覚。群れて行動だなんて非効率に感じるにゃ。まったくだぜ。おいあおい、てめえ足なんかギスギスしてるな。足を引っ張るのはこの私さ。なんでだよ、昨日頑張ったろ。ちょっとは自信持てよ。そうだな、ガンガン行こうぜ。命を大事にだわ。
31B は 31A の後方から周囲警戒お願いします。行きましょう。行きましょう。調査いないんだ。でもまあ弱い敵と合うんだな。なんだいこれ。ああ、それを手に入れることはできないんだな。ということはこっからですね。やりました。サシクロ強烈。神社がある。何かあるようだな。久しぶりが強く勝ちました。ルカちゃんウィン。これは何？耐久チップか誰か装備できるんじゃないかな。
何でしょう。危なそうね。戦闘開始。でも一個しかないね。お、すごい強い。死んだ世界戦線のリーダーを舐めないで。手こずりそうだにゃ。シュボス。中ボスにしたらやる経験値が少ないっていうか弱い。はい、すみません。訓練成功、帰るか。お疲れ様でした。 31A、31B 両部隊はポイントアルファへの到達、うん、経路確立に成功しました。どんな問題、ナナミ。私たちにできない訓練なんてないのさ。はい、結果としては成功しています。ですが戦闘時間が想定のタイムを過ぎてしまっています。より効率的に敵を処理できるように動いてください。おお、この中にチームの足を引っ張っているやつがいると。そいつは放っておけねえな。そいつは私さ。認めた。数字だけ見るとその通りです。足を引っ張っているやつをかばうつもりで名乗り出たのに、まさかの私。アホや。足引っ張ってごめんなさい。とんでもないです。皆さんがすごすぎて私たちも全然ついていけませんでしたから、行軍中の敵の排除に手間取ってしまいまして。いや、こっちもあんたらの動きをちゃんと把握できてなかったから、もっと連携の精度を上げる必要があるな。うん、 31B が動きやすいように敵を牽制すればいいのか。できればその方がいいだろうよ。分かった、気をつけてみる。葵も言いたいことがあったらいつでも本当の声を聞かせておくれよ。はい、葵、本当の声を伝えていきます。勝手に青春してやがる。のんきなものだにゃ。私はやられてもらった方が愉快なんだがな。誰か死んでくれないものかな。お前は私らとは違う意味でイカれてるよな。この舞台でやっていけるのか心配です。
バラバラだな。連携がそんなになってないかもしれない。よし、夕飯まで遊ぼうぜ。スモモ、今日は何をするのかにゃ。そうだな、野球。また野球にすっか。あ、皆さん、夕飯までは自室で待機なのですが。また野球。毎回野球が出てくるアニメみたいだにゃ。なんだろう。私、おいおいおい、うん、プロ野球選手になってたと思うんだよな。打つ才能がありすぎる、うん、だとしたらスモモは投げる才能がありすぎるにゃ。だな、こいつは頂上決戦だな。行こうぜ。行くなよ。あの、皆さん、あまり強く言えないな。葵さん、置いて行かれちゃったわ。葵の仲間、本当だ。身勝手な連中だったのかよ。おいおい、変な気起こすなよ。世話焼いてる場合じゃねえぞ、ユッキー。お前は天使か。なんでいきなり褒められるんだよ。いや、なんつうかさ、まともに言葉にして伝えたことあったかなって考えたらさ、なかったからさ。なんだよそれ、そんな急にもじもじすんなよ。だからそんな目で見るな。ルカ、葵のことはどうでもよくなったのかよ。あ、そうだった。部隊長なのにあんなないがしろにされて放っておけってかよ。おお、燃えてますね。ルカさんが心配なら何とかしてあげるべきよ。今までだってそうだったじゃない。そうだよな、それが私らしいよな。そんな今までいつあった。突っ込むだけアホらしいで、エネルギーの無駄遣いよ。お前がまともだと思える不思議な現象が今私の中で巻き起こっている。そりゃ天才サイキックやからな、不思議なことぐらいなんぼでも巻き起こせんね。いや、サイキックは関係ない。じゃあちょっと行ってくる。ルカさん、頑張お。いいな、サイチ。面倒なことにならなきゃいいんだが。おい、いた。おい、待つんだお前ら。決闘かな。ああ、あれ、さっきの 31A のやつじゃん。野球に混じりたいのかよ。そうなのか。葵の命令を聞け。お説教かにゃ。うちらに対していい度胸だな。あんた何様のつもりだい。切り込み隊の隊長だが。なあ、うちの部隊長が情けないせいで出世の先越されちゃったんだった。そうだったにゃ。やっちまえ、ユッキー。いる？ユッキー、誰のことだ。もしかしてあのずっと後ろにいる人のことかにゃ。いたんかい。自分の名前呼んでんで。行かなあかんのじゃ。空耳だ。まあ、こんな離れとるもんな。あれ、誰も来ない。くそ。とにかく私は葵の命令を無視するお前らにカンカンだ。へえ、ならうちらと勝負しない。勝負。セラフでかよ。いいぜ。訓練以外でセラフを呼んだら待ちを欠かされるにゃ。え、そうなのか。そんなことも知らずに隊長やってるのかにゃ。アホかにゃ。勝負は三角ベースでだよ。なんだよそれ。野球。少ない人数でやる野球だよ。名前、野球。でもできるから、もう一人お仲間連れてこいよ。今からやろうぜ。ふっ、いいだろう。三角ベースは2対2でできるのか。
まあ巻き込まれるのは当然。邪魔しないでほしいんや。あれ？することになった。もう一人加わってくれ。やだい。これは 31B に関わる重要な案件であり、拒否権はない。よその部隊の案件じゃねえか、拒否権作れよ。頼む、この通りだ。一緒に一度もお願い。でもだとしたら協力してあげなくちゃ。さすがカレリン、わかる。そんなん誰が行くの。そうだよな。じゃあカレちゃん行きましょう。言い出したからな。いや。カレちゃん登場。だから登場の尺長いってばよ。話は朝倉から聞いた。力になろう。アキレス腱の剣が。頑張れ。このタッコなら勝つるでしょう。行きましょう。ん？じゃなくてプレイボール。負けた、悔しい。やだやだやだ。絵に描いたような恋面を描くうちの隊長がいるな。そっちはどんな寄せ集めか知らねえけど、こっちは最強姉妹なんだよ。叶うわけねえだろ。これ選択肢によっては勝ったり引き分けたりするのかな。そう笑ってやれるのも今のうちだけじゃぞ。何さ。この後 31B の2人の姿を見た者はいなかったのであった。怖っ、なんだ今の声。おいおい、物騒なこと考えてんじゃないだろうな、カレンちゃんよ。ただの闇討ちじゃ。しちゃダメだから。また捕まって朝倉に迷惑かけるぞ。うん、分かっておるわ。じゃあな、また遊んでくれよな、31A さんよ。スモモたちにはかなわないと思うけどにゃ。つらいな。夜って外に出てもいいのかな。特に違反ではないわよね。じゃあみんなで徘徊してみるか。あんまりいい意味じゃないから素直に出歩くといいよな。眠らない街へと繰り出すか。街でもないからな。さて深夜の徘徊だ。せっかくだから普段は行けないところに行ってみよう。確かに普段は行けないところね。どこがいいかな。おかしな場所じゃないといいが。
じゃあおかしな場所に行けばいいと思う。あーってか、久しぶりだな。着いたな。ここまで長旅だった。誰のせいだと思ってるんだ。あれ、あそこにいるのは。めぐみさん、一番奥には何があるんでしょうか。うちには見える何らかの建造物や。二人も来てたのね。あんなにはしゃいじゃってまるで子供ね。お前この後絶対自滅するからな。いろんな施設があるのね。あれもこれも何、ここすごくない。はい、自滅。デフレクター発生せずに速攻死ぬからな。こんな店まであるのね。全てのお店に入って堪能しまくりたい。バンバン自滅するじゃねえか。映画か。
任まであるのか。でもそんなんでいちいち騒ぐ年でもねえな。逆にお前が大人びて見える不思議な現象が巻き起こってるよ。いい加減ツッコミ疲れた。お疲れ様。もう奥よ。何が待ち受けてるのかしら。はい、すごく大きそう。昼間は気づかなかったな。入ってみようか。うん。おお、すごい。どこに何があるのかもわからないぐらい広い。タカさんたちも来たんですか。よう、おたまさん。なんやねん、揃いも揃って。いいじゃないですか、めぐみさん。みんなで一緒に見ましょうよ。じゃあさ、一番みんながすげーって思うもの買ってくる勝負しようぜ。なんでそんな判定基準が曖昧な勝負しなくちゃならないんだよ。その考えはなかったってなるやつね。うん、伝わるのかよ。ええー、で、受けて立ってるわ。ノリノリかよ。よーい、ドン。待て、明らかにヤバいのが2人ほどいるが。いや、ここに戻ってきた順番に発表していこうぜ。最初は誰だ。不祥私めです。おお、おたまさん。じゃあ見せてくれるかい。これです。何それ。木の枠、ミツバチの巣箱です。誰が使うんや。そんなもんが売ってるのか。なかなか考えになかったぜ。やるやないか。次は私。おお、カリリン、見せておくれ。これ、これは、あ、結婚指輪。そんなもんスーパーで買うやついるのかよ。でも売っていたの。そいつもなかなか考えになかったぜ。やるわね。次は私。おお、つかさっち、見せてもらおう。これ何。お菓子、白い恋人。あ、北海道行ってきたのかよ。いえ、すぐそこで。ほんと、何でも揃ってるのね。お土産を買ってくるだなんて考えになかったぜ。次は私だよ。ユッキーか、不気味な存在だ。見せてくれ。これだよ。何の紙切れ。旅行ギフト券だ。このご時世に旅行。どこへ行ってるというの。知らねえよ、売ってたから買ってきただけだよ。さすがユッキーといったところだな。次はうちや。おう、めぐみ、見せてくれ。というか見えとるやろ、これや。樽。せや、ウイスキーを寝かせる樽や。誰が寝かせるんですか。知らんわ、あったから買うてきただけや。邪魔やから置いてっけどな。なら買ってくんなよ。うん、最後は私だな。もう見えてるよ。なんだよそれ、家具か。棺桶。は、死体を入れる棺桶だよ。すごいです。さすが。そんなのがあるだなんて。くっそ。どうやら私の勝ちみたいだな。なんで寝る前にそんな不吉なもの見せつけられないといけないんだよ。いや、楽しかったな。またみんながすげーって思うもの買ってくる勝負しような。二度としたくねえわ。
ここまでしますか。3日分ストーリー進めましたね。今日は音に関することについて学んでもらう。もらった確実に正解をいただきました、うん、音の元プロですから。サイレンを鳴らしている救急車が目の前を通り過ぎると急に音が低くなるよな。この現象を何というかわかるか。ドンシャリ効果。不正解だ。音の元プロが外すなよ。低音と高音ばかりやたらに強調されるオーディオの設定がそう呼ばれてたんだよ。不正解を認めろよ。正解はドップラー効果だ。音は縦波だ。波の幅が狭くなれば高音になり、広くなれば低音になるという性質がある。救急車が遠ざかると自分と救急車の間の波の幅が広くなる。そういう意味だったのか。音が低くなったと感じるんだ、うん、音の元プロが感心するなよ。このまま行くと訓練になってしまうな。本日もフェーズ1の訓練です。うへー、行きましょう。ワープするのはどうやって行けばよかったっけ。Oh, no.
着替えてる。やるな、行くわ。チャンスだ。風のささめき、勝利とはワリワリだね。何かあるようですね。どんどん行くぞ。こうしてると戦線のことを思い出すわね。逃げやがった。どっちも行ける。こっちだ。正解は。すでに計略は動き、何か来るべき。負けないべき。砕けろ。砕けてられないわね。こういうのはどう？エアスシェルをスキル。速やかに。してると戦線のことを思い出すわ。
だろうぞ。へい、いいぞ。聞いてないみたいだぞ。強い。ルカちゃんウィン。速やかに。ようやく出口だ。ついに20階へ。どんどん行くぞ。ん？速やかに。かなりでかいボスとやるんだろうな。すごいな。油断できない相手だな。お、ナイス。だがあんまり削れてない。聞いてない何か。予約ブレイク。お、一気に削ったな最後。いいぞ、レベルアップ。なんだこれ。進むでき。すでに計略は動いている。
してると戦線のことを思い出すわね。すでに計略は動いている。中3か、あとどんどん行くぞ。進むでき、行ける。下がってんのか。1回だな、バトルは。こうしてると戦線のことを。アイテムなんて。進むでき。246旗のあたりか、これ。逃げ合えた。死んだ世界戦線のリーダーを舐めないで。ナイチゼロになったけど、この一つ先までは行ってみたい。
セーブポイントはないのか。こういう時ライフ使えるんだ。あ、違うわ。ライフ使って回復するんだ。何もない。こういうのでもライフ消費できるのはいいな。行き止まりだよな、やっぱり。ここで片付ける。一転死んでみる。じゃあ、くらえなさい。くらえ。そうそう、その調子。天狼よのチャンスだ。あと2体。と一体。彼女これ強いな。銃しか残らなくなった。もう一回だ、戦闘で終わりだ。タンスによっては消費することになるんだろうか。出口かってことは、すでに計略は動いている。なかなかセーブポイントがない。残り1体。OK。疲れてます。あれ拾って終わりしよう。あれは何だ。
レンジャーリング？なんだろう。リング持ってる？持ってる。パーリングがある。帰りましょう。一個も受け取れない。15万はすごいな。まだですね、もうちょっとだ。お、5800のアビスロッカー行ってみるか。さすがに硬いな。楽じゃない。私らもやれるさ。そう。別の方法を考えたわ。そうですか。じゃあ、よっこらしょっと。そんなこともできた。知ってないみたいだぞ。聞いてなくはない。やった。どう？別の方法を考え
よ。なかなかしぶといよ。かっこいいですね。聞いてる聞いてる。やりました。65,000。レベルがすごい上がってんな。帰りましょう。ホームに戻るか。ライフストーン先使わないとダメなんだ。こういうことか。はい。ただ今回はここまでとなりますね。長くやっていきましたが、ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。